どうもこの屋敷の住人にはコーヒーを飲む習慣があるようだ。匂うな、匂いで香りだ。こんにちは、つちょこです。さあ名探偵ピカチュウ続きやっていきましょう。眠りごなが入ってたということで、眠りごなの匂いを覚えてもらえるか。さあどこに行くんでしょうね。物語の核心に入ってるんじゃないですか。これは今回の事件の早速追うぞ。よし、どっちだ、誰だ、あれ違う、うん、あれ外か、誰が眠りごなを入れたのか、それが問題だ。誰が入れて、外。僕てっきりあのあれかと思ったんだけど、あれ、あこっちか、てっきりあの新人の使用人かと思ったんだが違うのか。うん、クイズのお姉さんも違う。おなんかいるぞ、おい、コンパンがいるけど。どうしよう、ここで匂いが切れちゃってるよ。この辺り何かあるんだ、見晴らし台を調べてみよう。怪しい、お目目赤い目キラキラ、獲物サージャー、コンパン、コンパンだ。暗いところでも見える大きな目が特徴的なポケモンだな。何でしょうか。お前の話聞かせてもらえないか。いいですよ。何をしてるんだ。食事してるだけです。夜まで時間があるだろう。ゆっくり食べてんのかな。こういう性格なので落ち着けませんです。コンパンさんは面白いね。ここで何をしてるんだ。街が一望できる見晴らし最高。小さな虫がたくさん集まっていますし、虫が好きなの。大好物、いや大好きです。虫食ってんじゃねえか。深く聞かない方が良さそうだな。眠りごなは知ってるか。私のじゃないですね。はい、違うってわかるの。私のは獲物を捕らえるためのものでして、こんな素敵な匂いはしないんです。なるほどな。これはきっとドレディアさんの匂いでしょう。ドレディア、そいつはどこにいるんだ。その辺の草の中にいらっしゃるんじゃないですかね。はい、じゃあ草の中を探してみよう。なるほど、草の中ドレディアいる、います。なんかガサガサ探してんのかな、これ。うん、あ、あら、ドレディア、ボタニカルガール、かわいいね。ドレディアだ、いい匂いがすると思ったらドレディアさんの匂いだったんですね。嬉しいこと言ってくれるわね。話を聞きたいんだが。何でも聞いてちょうだい。詳しく聞かせてくれ。私に興味あるのかしら。踊りが得意なだけのドレディアよ。この場所については、ここはお気に入りの場所、気持ちがいいんです。いつもここで踊ってるのか。見に来てくれたりもするんですよ。みんな眠っちゃうの。おいおい、ちょっと踊るのをやめてくれ。この眠りごなはお前のものか。この匂いは私のものよ。これを誰かにあげた覚えはないか。ないわね。眠りごなは踊ってるとつい出ちゃうものだから。そういえば確か最近私が踊ってる時に見に来ていた人間がいたわね。本当か。どんなやつだったか覚えてないか。それが夢中で踊ってたからよく覚えてないの。そっか、仕方ないね。だが大きく前進できたな。助かったよドレディア。そうか、これで入手経路は分かったな。はい、いいぞ。すぐティムに報告したい。なるほど、眠りごなはドレディアから出たものだった、はあ、犯人が誰かまでは分からなかったんだね。その代わり一つ重要なことが分かった。考えてみろティム、眠りごなの匂いは屋敷からまっすぐ見晴らし台までつながっていた。そんなことありえるか。眠りごなを持ち込んだのが屋敷の人間だからそういう経路になる。そういうことだ。これで内部犯の可能性が高まったぞ。なるほど、
犯人はポケモンの食事に眠り粉を混ぜ、屋敷に小股を招き入れた。これが可能なのは屋敷の人間だけだ。誰の仕業だろうか。それが可能なのは内部の人間ぐらいだろう。犯人はこの屋敷の中の誰かってことか。もう一度聞き込みをしてそいつを割り出すぞ。もう確実な聞き確定しないとね。僕は使用人が怪しいと思ってますね。ガーディの食事について使用人のターナーが用意してくれてる。なるほど、ターナーが用意と。新しくターナーが入ったから交代したんだ。毎日料理を担当してくれて助かってるよ。なるほど。話聞か、どうしよう。話を聞くはないからいいか。はい、協力をお願いします。はい、ガーディの食事については私はよく知りません。ターナーに聞いていただいた方がよろしいですね。今日ガーディが食事しているところは見てませんか。見ておりません。ポケモンは私たち人間とは別の部屋で食事をとりますの。でもあそこになんか食事ボールがあったよね。一緒の部屋ですとポケモンの毛が料理に入るので分けてもらったのです。おいおい、その発言ポケモンからの高弾度はだだ下がりだぞ。ええ、ターナーさん、お話を聞かせてもらえますか。何でも聞いてください。ええ、デニス様はガーディの食事について食材にもこだわっていてね、細かく食材を指定されていてその通りに作っている。なるほど。デニ様、ガーディの体のことも気を使ってるんですね。ポケモン思いのいい人だよ。デニスはできた人間なんだな。はい、ここか。私の知る限りのことを話します。あ、間違えた。ガーディの食事について、はい、食べ物の好き嫌いはよく知っております。はい、特に甘いものが好きでしてね。食事係をしていた頃は甘いデザートを用意しておりました。いいやつじゃねえか。もっと俺におやつをくれてもいいんだぞ。ピカチュウの様子が急に変わりましたが大丈夫でしょうか。よくあることなんて気にしない。さて、聞いたぞ。推理始めようか。よし。ガーディの食事に眠り粉を混ぜることができたのは、集めた証言をもとに推理しよう。まあこれターナーですよね。はい、よし。仕込めた人物、それはターナーさんだけだ。そう、ポケモンの食事を用意してるんだ。まだこれだけじゃ逮捕することはできない。確実な証拠が必要だ。よし。何これ。うん、眠り粉を使ったのはターナーだ。だがこれは推測。はっきりとした証拠があるわけではない。その手がかりがない。一つ揺さぶりをかけてみるか。ターナーの痛いところをついてみよう。それで奴がどう出てくるか。わかった、やってみる。よし、え、調査の方はどうだい。少し行き詰まってしまっていて、もしよければ話を聞かせてください。ターナーさんにもウーブというパートナーがいたんですね。どうしてそのことを。街で聞き込みをしている時に知りました。そうだったんだ。黙ってたわけじゃないんだよ。ただ疑われるのが怖くて。もちろん警察には話してる。本当か。でもずっと姿が見えなくて心配なんだ。一体どこに行ったのやら。ウフなら屋敷の方に歩いてるのを見かけましたよ。え、あいつ勝手に。勝手に、どういう意味ですか、ターナーさん。いや、勝手に出歩いてって思ってさ。ずっと事件に巻き込まれたと思って心配だったんだよ。見つけてくれてありがとう、ティム君。おかげで安心したよ。小股については、宝石ケースを切ったポケモンは小股の可能性があります。え、小股。ああ、そうか、小股か。言われてみればそうかもしれない。ターナーさんは小股に殴られたんですよね。ああ、そうなんだよ。あの時は痛かったな。まだ少し痛むぐらいだよ。平坦な嘘をつきやがって、ターナーのあの反応、明らかに何かを隠してるな。もう少し踏み込めればよかったんだけど。いや、上出来だ。少なくともウッウが事件を解く鍵だってことは分かった。あとは直接本人に聞いてみるとしよう。ウッウのところに行くんだね。
そういうことだ。必ず尻尾を掴んでやる。ブーに聞き込みか。あれ、いるじゃん。いたよピカチュウ。ウーだ。お前まだこんなところにいたんだ。ううお腹がいっぱいで動けないから休んでいただと。うん、どうしてウーだけこんなに苦しそうなんだろう。ガーディたちは何ともなかったのに。よっぽど食い意地を張ってたかは消化に悪いものでも。いや待てよ。消えた宝石、そしてお腹いっぱいの。絶対宝石食ってるでしょ。どうしたのピカチュウ。そういうことか。よっ、ピカッとひらめいた。おお、めちゃめちゃひらめいたらコイキング出てくるやん。盗まれた宝石はあそこだ。え、わかったのピカチュウ。ああ、バッチリ完璧だ。ターナーさんが宝石をどこに隠したか分かったらしい。今まで集めてた情報から推理しよう。お前も分かってるんじゃないか。どこへ隠した。よし、ちょ、わざと間違えてみる。一つヒントをやろう。宝石は確かに屋敷の外に持ち出された。それもポケモンを利用してた。ポケモンを。屋敷にいたポケモンの特徴を考えてみろ。宝石を隠すのにうってつけの能力があるだろう。4分の1。まあウが間違いないでしょうね。ちょっとわざと間違え、いやどうしよう、わざと間違えてみるか。コアルヒーがいた水場の中に隠してるってことはないかな。コアルヒーに潜らせて回収 するつもりだったってことか。だがコアルヒーはバーンズのパートナーだ。ターナーの指示は聞かないんじゃないか。よし。あ、そんな感じですね。じゃあ行きますか。よし。ウは何でも飲み込むことができるって言ってたよね。ということは宝石はウのお腹に隠されてるんじゃないかな。その通りだ。宝石を飲み込ませたんだ。腹が空かないのは宝石が腹の中に入ったままだからだ。宝石を取り出す時間はなかったはずだよね。宝石はまだウの腹の中にあるはずだ。これであいつを追い詰める証拠は揃ったな。よし、うわ、飲み込んでいるんだ。よし、さて証拠は揃った。あとは犯人を捕まえるだけだ。ホリデーに行って関係者を集めてもらおう。準備はいいかティム。はい、うん。よし、解決パートだなこれで。大詰めだな。ビシッと決めようぜ。うん。いいね。皆さん、お集まりのようですね。急に来てくれだなんて、一体何なのよ。実は、真犯人が分かりました。真犯人？宝石を盗んだのは、バーンズさんじゃありません。一体誰なんだ？これから順番にご説明します。まずは宝石保管室への侵入方法です。ドアにこじ開けられた形跡はなかったから鍵を使ったのは確かだが、鍵はガーディが管理している。夫とバーンズ以外ガーディから鍵をもらうことはできないわ。ああそうだな。じゃあ一体やっぱり犯人はバーンズさん。いいえ、違います。犯人はある方法で鍵を入手したんです。うむ。ガーディを眠らせて奪ったんです。犯人は眠りごなを使ってガーディを眠らせ、その隙に鍵を奪ったんです。証拠はあるのかね。もちろん。ガーディの食事で使っているお皿を調べてください。ドレディアの眠り粉が検出されるはずです。なるほど、保管室への侵入方法は分かった。だがあの頑丈なケースを短時間で切断するのは不可能では。
確かに。いいえ、可能です。ポケモンの力を借りれば。ポケモン？宝石ケースを説なんでこめちゃ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 アップになるじゃん、人の顔が。犯人はエルフーンとコマタナを操り、技を使ってケースを切断したのです。なんと、そんなことが可能なのか。これはそわそわするよな。どのように宝石が盗まれたかは分かったよ。でもバーンズさんの無実は証明されないんじゃないか。実はバーンズさんが無実だという証拠があるんです。証拠は、え、なんだっけ。ん、ちょっと待って、違う、エルフーン、共犯者が書いたメモ、あー、これか。共犯者が書いたメモにありました。このメモはヤブクロンが持っていたものです。ちょっと危なかったね今。メモだって。そこにはバーンズさんに罪を着せる計画が書かれていました。ということはバーンズさんは無実。じゃあ犯人は誰なんだ。真犯人はこの中にいます。なんだって。犯人はここで、これゲームオーバーなるっけ。犯人はデニスだ。あ、じゃあ、そうじゃないだろ。そうじゃないだろ。今までの推理から導き出される犯人はあいつだ。あ、そういう感じですね。あ、すごい罰が出てる。犯人はターナーだ。オーロラの雫を盗んだ犯人。めちゃめちゃかっこつけてデニスだとか言ったら、もうターナーさん、あなたです。とんでもない状況になるよな。僕は小刀に殴られた被害者だよ。本当に殴られたんですか。小刀の両腕は刀、切られたようには見えませんが。僕が犯人だと言うなら宝石はどこにあるんだ。そんなもの持ってないし、屋敷から一歩も出ていないぞ。宝石の在りかなら分かっていますよ。それはポケモンです。宝石を持っているポケモンはウウだ。あなたが宝石を隠した場所、それはウウのお腹の中です。なんだって。確かにターナーのパートナーはウウだが、今日は見かけないわね。ターナーさん、よく練られた計画でしたが、犯行現場周辺にウウの羽を残したこと、そして責任感の強いガーディーを甘く見ていたこと、この2つが命取りでしたね。ちょっとかっこいいな。さあウウを呼んでください。ちょっとかわいいね。うんって、うよし、俺に任せろ。おお、オーロラの雫、それに保管室の鍵も。もう言い逃れはできませんよ、ターナーさん。一生遊んで暮らせたはずなのに、よく知らない奴と組んだのが悪かったな。諦めたか。うん。あいつの共犯者についてはホリデーが調べてくれるだろう。警察に任せよう。私は間違っていたのか。
オーロラの雫は私たちの希望の象徴だった。そしてより多くの人々にとっても希望をもたらす存在となり得る。そう考えたからこそ私は寄贈することを決めたんだ。それなのにこんな事件を引き起こしてしまうことになるとは。これならいっそ寄贈など諦め屋敷で眠らせておいた方が。まったくあなたという人は、あなたのオーロラの雫に対する思いというのはその程度でしたの？クラウディア、あなたおっしゃいましたよね。見た人たちにその美しさだけではなく生きる勇気や喜びを感じ取ってほしいと。少しケチがついたぐらいでもう諦めてしまうの？それではあまりにももったいないのではなくて？ええ、クライディア様のおっしゃる通りです。あなたがライムシティの人々の思いを寄贈を考えたこと、それは決して間違いなどではございません。クラウディア・バーンズ、気が弱くなっていたようだ。ライムシティの人々を私は信じるよ。ピクシー、君は寄贈に反対だったのでは？勘違いしないでください。これからずっとそんな暗い顔をされたら私が迷惑だというだけです。ありがとうクラウディア。私もこの一件で心を改めました。ピクシー、コアルフィー、ガーディ、この後みんなで食事をしますよ。デニスさんたちの方も無事に丸く収まったみたいだね。一件落着だな。やれ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 だぜ。ウニは宝石を食わせて自分は臭い飯を食う羽目になるとはな。さあ行こうか。はい。この話を持ちかけた人物っていうのが今回のあれですかね。帰って、え、なんだ、おいおい、どうしたんだ、う、何あれ、何してる、早く捕まえるんだ。え、なんだあれ。なんということだ。あなた、ターナー。俺は何も知らないよ。話は署で聞かせてもらおう。めちゃめちゃ落ち着いてる。おい、今の失態だろ完全に。警察の失態でしょ今の。何、なんか何でもないみたいに書いてんの。あかんやろ。取り逃したらあかんやつだったでしょ今の。完全に油断してるやん。なんだあの取り付けたキューブは。ガディ、お手柄だったな。あ、ピカチュウ、あれ、あら、エルフンが。おう、お前あんな下手あるんだ。またな。そういえば、ウの背中を見たか。見た。ああ、光るものがついていた。あんなものは見たことない。おそらくターナーは本当に何も知らないんだろう。この事件には裏がありそうだな。根が深そうだ。ティムのアパート。ただいま。おかえりなさい。遅かったのね、二人とも。こんばんは。あ、来たの。あら、お客さん。同級生のレイチェル。はじめまして。もう顔合わせじゃん。彼女だったりして。え、だといいんだがな。罰の悪そうな彼女の顔よ。レイチェルが来たのは。こんばんは。メタテの知恵を借りようと思ったんですけど。いらっしゃいレイチェルさん。驚かせちゃったわね。ライムシティに来たばっかりで、お兄ちゃんの授賞式を見に来たんです。そうだったんですか。家族水入りさってとこだったですよね。邪魔しちゃったかな。気にしないでね。私はお茶入れる。ほらな、ティム、アイリーンたちなら分かってくれるって言っただろう。よかった。はい、ということで、
なんとかですね、解決編も無事に終わり、犯人はね予想通りでしたけども、中盤からの。あんでもウーブがおかしくなっちゃったのはどういうことなんでしょうね。ということで、もっともっとやっていこうと思います。よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。